はい、皆さんこんにちは、西山です。今日は引きの引き続いてグラメラアクティブの教科書の今日は副言語副文化並びに、ポートフォリオについてお話したいと思います。一応時間は5時半までとなっと予定してますので、途中でですね、皆さんの方で何か質問などありましたら、このチャットの方に、ご自由に、あるいは手を挙げてですね、発言していただいても結構ですので、途中でも構いませんので、聞いてください。それでは始めます。で、今日来ていただいた方はすでにこの教科書を使っている方もいると思いますし、また使っていない方もいると思いますので、ちょっと昨日の話と重複するかもしれませんけれども、全体のお話をまず最初にしたいと思います。でこの教科書は20課でできていますね。で今皆さんにお見せしているのは14課までのところなんですけれども、最初にウォームアップというのは1と2というのがあって、そこで主に発音とまた綴り字について勉強するということになっています。ただこの教科書は、教科書並びに、ネット教材というのの、ペアで使うということになってますので、そのネット教材の方では1課から8課まで、つまり、前期に使用する部分で、毎回、発音のですね、練習、およびその文字と、綴り字と音の関係について勉強することになってますので、この最初に出てきているウォームアップのところの1と2のところで、ここで全部覚えろというふうなことを指定するものでは必ずしもありませんね。ですので、ここではどちらかといえば、さらっとですね、このようなものがありますというくらいで、やっていただければいいかなと思います。またこの部分については、昨日も紹介しましたけれども、ネット上に京大の OCW の方からですね、配信、OCW の方に録画したものがあります。ちょっと見てみたいと思います。皆さん見えますでしょうか。ですね、このグラメラアクティブの発音の部分ですね、1と発音の部分については、その部分についてはですね、昨年、今年度ですかね、YouTube の方にアップしたんですね。で、こんなふうに。パリ、メトロ、シネマ、クロッサン、カフェオレ、ボジョレ、Nouveau, déjà vu, surréalisme, Louis Vuitton, Yves Saint-Laurent. はい、ですね、この部分は昨年の1月からですかね、京大の方に、集中講義に来ていただいたダニエル・モア先生が出演している部分で、あとその京都大学の外国人教師元外国人教師っていうんですかね、今ちょっとの名称変わったんですけど、ジャン・フランソワ・グラジエンと2人がこう出てますね。ですのでこの1と2のところは、これを使ってですね、学生と一緒に勉強することもできると思います。じゃあ戻りまして、それがこうなって、それからですね、1課から20課までで、どのくらいのペースで進むのかということですけども、一応この前期は8課まで、進むということになってますね。そして後期は9課から、私やってる限り時は16課までになってます。これ使い方によってもちろん最後までやることもいいと思うんですけども、ただ、私は勤務先ではほとんど理系の学生が受講していて、理系の学生は2年目にフランス語や必修ではないので、そこで、あまりたくさん詰め込んでも、文法事項を詰め込んでも、試験が非常に大変難しくなるので、そのため、16課までというふうにしています。ですので、前期が8課で8課分あって、後期が、9、10、11、12。13、14、15、16、後期は7課ですから、大体だから8課やって7課くらいというふうな感じですね。で、じゃあその次に進みます。で、この
この教科書の、特色の一つは教材のテーマなんですね。で、この教科書は、確かに初級向けの、文法の教科書なんですけれども、で初級の教材というと、とかくですね、例文がある場合でも ある場合ですとこう会話、簡単なこう会話、旅行会話のようなもので始まるものが非常に多いですよね。あるいは、もっとさらに昔のものだと、例えば、This is a pen ではないですけど、そのようなですね、帽子や会話とか、なんかそのようないいものって、そのような短文から始まるものが多かったんですけれども、この教科書の場合は、その最初に出てくる 例文のテーマが、非常に、ある意味じゃ、硬派っていうんですかね、文学だけにとどまらなく、文学というよりはむしろ、社会科学にも関わるようなテーマを題材としていますね。で、1課から8課までここに皆さんに、書きましたけれども、共和国とか、ライシテとか、EU とかですね、外国語学習などなどといったような、それについての数行の、5、6行の文を、例文として、その中にその課で扱う文法事項が埋め込まれているというふうな、そのような仕組みになっています。で、この括弧の中にこう書いたところ、フランス語の成立と名詞の性とかですね、ここは、その各課で、扱っている、扱うというのかな、コラムのところの内容なんですね。ですので、このコラムとそのテーマが、一致しているものもあれば、必ずしも一致していないものもありますけれども、これがですね、この教科書の、従来の多くの教科書とはちょっと違うところだと思うんですよね。そこにですので、このようなテーマから、先生方は、それぞれ、テーマですね、少し復縁して引き伸ばしていろいろなお話ができるかもしれませんし、また学生もその旅行会話ではないようなもので、フランス語を勉強することができるかなと思います。次見ましょう。で、今日話するのはこの、文法事項ではないですね。ですので、この言語への目覚めという部分で、この、教科書では、1ページ、2ページ、3ページ目というのは、従来の文法のものになっていて、で、それについては、ネットの方でも、さらに詳しい練習などですね、いろいろ展開しているんですけれども、この4ページ目というところが、昨日先生の話にもありましたように、副言語、副文化に関する部分になっています。で、この4ページ目は、上の方にですね、これは2課なんですけれども、言語への目覚めクイズというのが書いてますね。で、この部分は大きく3つのパートで、この4ページ目は3つのパートでできていて、この言語への目覚めクイズというの、それからその下にこう短い会話みたいなのがあります。それからその下に、コラムですね。で、このクイズをちょっと2巻のところ見てみます。どんなことかというと、足はフランス語でピエと言いますが、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、ポルトガル語で何というか調べてみましょう。この語にフランス語に近い言語はどれですか？ 3 つありますですね。で、これを見ると、これフランス語の授業でなんでこんなことやるのかなって思わないでしょうかね。思う方がいらっしゃると思うんですけども、これがその言語への目覚めという、目覚め教育というものですね。で、何を狙っているかというと、この外国語だけには限らないんですけども、この外国語の教、フランス語の授業の中では、さまざまな言語や文化に触れるということですね。まず重要なのは、さまざまな言語や文化に触れて、で、そしてその言語の類似性、あるいは相違点を考える。で、ですので、これは言語をなんか学ぶという必ずしもそういう意味ではないんですね。ここでは、先生がですね、例えば足についてここで出てきているような全ての言語について、知らなければならないのかなって考えたら、ちょっとこれ私は使えないと思うかもしれませんけれども、そういうことではなくて、これ調べるのは、Google 翻訳を使うと簡単に調べられるんですけれども、イタリア語、オランダ語、スウェーデン語、スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、ポルトガル語というのをこうで調べてみると、フランス語に近い言語というのは似た言語ですね。これイタリア語です。ゲーですかね。スペイン語でもピエですか。ポルトガル語は何て言うんですかね。ペって言いますね。といった具合に似ている、イタリア、
イタリック派あるいは、まあ、ロマンス称号に共通しているものなんですね。ですので、これ学生がこれ、まあ、Google 翻訳を使って調べてみると、似た言語っていうのが、まあ、また逆にですね、オランダ語、スウェーデン語、デンマーク語、ドイツ語、英語はゲルマン語に属しているので、これもまたこれも そちらの方で似ているわけですね、どこか、ということで、この、まあ、言語のグループには2つ大きくありますね。で、それをこう学生がこう、まあ、この調べてみると、まあ、およそこうどれとどれが似ているか、まあ、分かる。自分たちでその気づくところが重要なわけで、別にこれはあの言語学の授業じゃないですね。言語学の授業ではなくて、学生が、まあ、その類似性を、まあ、見つけることができるようで、まあ、言語についての知識を、まあ、増やす。で、どうしてこの メタ言語能力ですね、この言語についての知識、まあ、言語そのものの知識ではなくて言語に関する知識を増やすのかというと、これは個別言語の学習にも効果的だと、まあ、そのようなこう研究成果が出ているんですね。ですので、言語を学習するということは、まあ、例えば、まあ、従来であれば、まあ、単語をですね、覚えたり、文法を身につけたりするというようなことだけというかな、まあ、考えられていたんですけれども、言語学習というのは、実は言語についてですね、学ぶということにも、学ぶこともまた言語学習の一部というふうにこう考えられます。これが複言語主義といわれる、まあ、考え方の一つですね。ですので、この授業の中ではその、まあ、文法といったですね、言語そのものについて学ぶと同時に言語について学ぶ、 そして言語の、まあ、メタ言語能力を高めていって、まあ、言語学習をより効果的に進めるというようなことがポイントだとなっています。で、まあ、これはやり方としてはその、まあ、Google 翻訳などを使ってですね、進めていけばいいと思って、で、まあ、今だとこの授業中にですね、隣の学生同士でやるということが、まあ、できるのかできないのかちょっとこう分からないんですけども、まあ、まあ、できればその2人ですね、2人くらいの、まあ、ペアになって、一緒に考えてみて、もいいかななんていうふうに思います。はい、こういった言語への目覚めクイズというものが、まあ、いろんなものがあるんですね。いろんなものがあります。ですので、そのこの、まあ、フランス語にこう関係しているものもあれば、そうではなくて、日本に存在している言語について、まあ、日本に存在している言語というと、例えばどのような言語が日本に、まあ、言語というか外国語が日本に存在しているかというのは、そのような問題にかかるものがありますね。ですので、学習者にはその、まあ、フランス語と、まあ、それ以外の言語とのこう結びつきを考えてもらったり、あるいは日本社会の中に、まあ、存在しているけれども、まあ、普段考えたことがないようなですね、言語について考えて、その自分の身の回りのこう異なる言語についてのこう、まあ、感受性を高めたり認識を、高めるということが重要じゃないかというふうに思います。それでは、その次、今度はこの先ほどご紹介したですね、まあ、コラムの部分なんですけども、これがまあ副言語、まあ、副文化にもここも関わるんですね。で、ここでは、まあ、教科書にはこれまでにもさまざまな教科書で、まあ、コラムというのがあってですね、そのフランスの、まあ、文化や文明などについて紹介するということが、まあ、よくよく行われていますよね。で、まあ、それは確かにこの社会文化能力、つまりそのフランス語は使われている、まあ、言語や、まあ、国や地域での文化についての知識を、まあ、高めて、そして、まあ、そのフランス語を使う人とコミュニケーションした場合に、まあ、相互がですね、生じない、あるいはより、円滑なコミュニケーションを行うというこうために必要な社会文化能力の一部というふうにこう考えられています。ただし、ここではですね、この教科書で考えられていることは単なるこうフランスについての知識を高めるだけではないんですね。もちろんそのフランスについてさまざまな知識を高めていることは、まあ、大切なことですし、またこの部分から、まあ、それぞれの先生方は、まあ、いろいろな話をですね、することもできるかなというのを思います。で、一つは これは2課ですね、2課ですけども、まあ包摂型の初期法
これ最近のまあ問題で、これこのまだ問題は始まったっていうか、まあ数年前から起こってますけども、完全に確立したかどうかちょっと微妙なところですね。で、それともう一つが共和国と政教分離、ライシーテの問題がちょっと書いてありますね。で、これはもちろん、まあ、フランスのライシーテについて、まあ、というのはどういうものなのかっていうのを考えるってことも重要なんですけども、それと同時に、この日本とですね、こう比べるっていうところが、そこに重要だと考えます。で、最後に書いてありますけども、日本は天皇制を有することから、共和国ではなく、立憲君主制、モナクシーコンスティテューショナルの国家です。ということ書いてあって、まあ、日本は共和国ではないんですね。で、日本は立憲君主制というような、まあ、政体に、まあ、一応考えられているわけです。で、このように、まあ、日本の文化、ここでは、まあ、日本の文化、政治文化ですけれども、フランスの政治文化と日本の政治文化を比較するということですね。別にこれはどちらが優れてるとか劣ってるというようなことを語るんではないんですね。あくまでも比較してそれぞれ分析するということが重要だと。で、その中、まあ、それを通じてこう日本文化と、まあ、フランス文化の間をこう行ったりしたりするんですね。それは、まあ、自国の文化の中心、まあ、民族中心的な考え方をですね、克服、少しであろうとも、まあ、克服するようなことにつながればいいなと思います。で、これは、まあ、この課で2課では、まあ、共和国のという話になっているんですけども、まあ、これ以外にもですね、その課によってはその言語の問題ですね、フランス語そのものの問題、フランス語と日本語を比較するとかっていったことも考えられていますね。あるいは日本の社会の他の問題です。例えば外国語教育がそれぞれの国でどうなっているのかといったような問題も取り上げています。ちなみに私はこの課でいつも言ってるっていうことは、まあ、共和国っていうのはなんかここで見ると非常にこう、まあ、立派なことが書いてあるっていうふうに、まあ、確かに立派なことは非常に書いてあるんですけども、ただこの共和国っていうのもこれがその世界の共和国全てをこう当てはめるわけではなくて、日本に最も近い共和国っていうのはこの共和国の定義に当てはまらないんじゃないかなっていうようなこともですね言ってます。そうすると、まあ、だからこの共和国というのと、というのは実は複数形で考えた方がいいんじゃないかな。で、ヨーロッパの中でも、すべての国が、まあ、共和国ではなくて、王様、王政がある国も、まあ、少なからずあるので、その共和国が民主的で、で、王様が王政とか皇室があると民主的じゃない、そんなようなものにもならないということもですね、学生と考えてみたら面白いかなというふうに思います。それから、でその次、これから今度はですね、この教材の、まあ、もう一つの特徴である、ポートフォリオの話になります。で、このポートフォリオというのは、まあ、皆さんはすでにご存知かと思いますけれども、もともとは70年代に、まあ、アメリカで、作られたもので、もともとはその、まあ、アーティストとか自分の作品などを入れるような、まあ、紙バサミって言われるものですよね。それから何かをこう集積する、何かを集めるということがから転用されて、まあ、ポートフォリオというのが、例えば金融商品なんかでもさまざまな種類の金融商品を集めておくものがポートフォリオなんていうふうに言われてました。で、ところが、この言語、外国語学習については、1991年からですね、この言語ポートフォリオといったものが、まあ、EU、ヨーロッパの中でこう考えられるようになりました。で、その、まあ、一つ出来上がったものが2001年に刊行された、公開されたこのヨーロッパ言語ポートフォリオと言われるんですね。で、今これ皆さんに、まあ、お見せしているのは、まあ、成人学習者向きのものなんですね。これは、まあ、フランスが作った15歳以上のものですから、高校生以上の成人学習者向けのポートフォリオです。で、これが、まあ、このグラメラクティブを作る上でも、ポートフォリオを作る上でも、まあ、着想の一つになっているわけなんですけども、ただ、同じものを日本語にしたわけではないんですね、必ず。ですので、この元のっていうのかな、まあ、グラメラクティブを作る上で参照したポートフォリオのまず、について簡単に説明して、その後で、グラメラクティブのポートフォリオを説明を話したいと思います。で、この、まあ、3つの部分からできてますね。ヨーロッパ言語ポートフォリオは3つの部分からできていて、1つは言語ポートフォリオ、言語パスポートと言われるものです。で、もう1つ目は言語バイオグラフィー、そして最後は
資料集、この 3つの部分から構成されています。で、最初のこの言語パスポートというのは、これは習得したさまざまな言語の能力を例示的能力記述文、いわゆるこれはあのキャンドゥシステムと言われるものですね。何が何とかができる、何とかできるという形ですね。それに沿って自己評価するというものです。ですので、このパスポートは、このポートフォリオは、まずその自己評価の道具なんですね。自己評価の道具です。で、この自己評価の道具というのは、このグラメルアクティブの方でも同じようにこう考えられていますね。で、このヨーロッパ言語ポートフォリオでは、このキャンドゥシステム、これはヨーロッパ言語共通性、共通参照、いわゆるセフワールで開発された例示的能力記述文がこの中に取り入れられてですね。もちろんそのポートフォリオ、言語ポートフォリオは小学生向きとか中学生向きとか、あるいは成人向きといった具合にこう年齢層によっていろんな種類が作られているので、それぞれのこう、教育課程に応じたキャンドゥシステムの記述になっています。で、またこれはこの言語ポートフォリオパスポートの場合では一言語についての能力を記述するのではなくて、複数のさまざまな言語について記述できるようなシステムになっているんですね。で、ですので、今、この言語パスポートフォリオは、一つ、第一外国語の授業だけで使えるのではなくて、さまざまな外国語の授業、あるいは外国語でない言語のだけれども生徒が身につけている言語についても記述することができます。で、それぞれですね、この5つの語技能ですね、聞くとか話すとかですね、話す聞く書く読む、やり取りをする、この5つの語技能に沿って、またその6段階に沿ってですね、6段階に分類するようになっています。で、これが言語パスポートと言われるものですね。それから言語バイオグラフィーと言われる部分というのは何かというと、これは異言語異文化体験を振り返り記述するということです。で、バイオグラフィーというのは履歴とかって言いますよね。履歴なんですけども、これはですね、その生徒が、それまでに学習者がどのような言語を、どのような場面で身につけたとか、あるいは話した経験があるとかということを、これまでのこうそれぞれの経験を記述するようなことになってますね。ですので、自分のこれによって、その自分の言語体験ですね、異言語体験、あるいは異文化体験を振り返るということになってます。ですので、ここではその能力を分類するということとは関係ありません。あくまでも振り返るということを通じて、そしてそれをこう記述するんです。ですので、これは一人一人異なったものになりますね。一人一人が全く異なって、別にこれにはその回答とかっていうか、評価とかって別にものもない。とにかく書いてみるということ。で、3番目のところは資料集って言われる、ドシエって言われるものなんですけども、これは外国語言語学習について獲得した免状や成果物を入れておくところという意味ですね。そういう箇所で、さまざまなこの外国語学習を行う中で獲得したディプロームでしょうかね、とか、あるいはこの成果物って言った時でも、例えば作文とかですね。で、これはその学校外で、作られたものを、獲得したものを入れておくことを意味します。で、なんでこんなものがあるのかというと、これはこの外国語、学習教外国語学習というものが単に学校の中だけで行われるんではなくて、学校の外で行われたものについても評価するということを示しているんですね。で、ヨーロッパではその日本と若干異なって、外国語学習が ほぼほとんど学校の教育の中で行われるということが前提にしています。日本の場合ですと、その学校教育だけではなくてですね、語学学校というので、学ぶということも、しばしば行われますし、フランス語の場合であれば、例えば兄弟で、あと学生にはいつも兄弟の前にはそのアンスティチューがあるというふうに言うんですけども、あって、そこに行くといい、いいというようなことも言いますけども、なかなか学生は足が向かないみたいですけども、そのようにこう学校教室の中だけではなくて、教室の外でも外国語学習は展開することができます。で、現在ではコロナのためにできませんけれども、当然その短期留学とかですね、ということも視野に入れることができるわけなんで、それらもすべてこのポートフォリオの中にこう含むということが
自由だ。で、これはそのようにこう地理的な、まあ、空間的な制約をこう排除するというだけではなくて、まあ、時間的にですね、これまでに獲得したもの、あるいはこれまでに得た体験ということで、時間的な区分もですね、学校教育の、まあ、1年間だけのことを記述するんではなくて、これまでの、まあ、学習者の、まあ、生まれてからというとちょっと大げさですけれども、長い時間の間に、体験したものですね、まあ、評価というか自己評価の対象にしていくということです。ではこれがこのグラミラクティブのポートフォリオを作る上での、まあ、参考にしたものだということですね。それで今度このグラミラクティブのポートフォリオの話になりますけれども、これ第3版ってこれまあ表紙こんなになってますね。でこれ何が入ってるかって、これはさっき見た、言語ポートフォリオとちょっと違って、ね、まとめテストっていうのは、まあ、昨日話してましたけども、各科の割にまとめテストがあります。でこれは学生はですね、このまとめテストというのは、実はその先生の今日指導書の方に、指導書と同時に、この資料がありますので、でこれ で、ですね、印刷することができます。で、まあ、合わせてそれの回答も配りますので、それを、まあ、学生に見せて自己採点することができる。でそれの自己分析で、その次にこうフランス語学習の自己分析、あるいは前期の学習の自己分析で、テストの前期のテストの結果の自己分析、まあ、でここまでの部分がこの5つの項目というのがこのポートフォリオのまあ中身ですね。ですので、まあ、これは主に例えば学習の自己分析というのは、さっきほど見たヨーロッパ言語ポートフォリオのところと非常に似てるんですね。ですけれども、まとまりテストっていうのは、それはこう学習の、ヨーロッパ言語ポートフォリオのものにはないですけれども、このフランス語の教科書、文法の教科書に、まあ、独自のものですね。で、これらは結局何をこう狙っているのか、なんでこんなことをして、毎一課が終わるごとに、まとめのテストをして、それを、まあ、自己分析するのか、でテストを分析するのか、でまたそのフランス語学習の自己分析するのかということは、これはすべてその自分がどういうふうにフランス語を勉強しているかということをこう反省する、内省するための材料ですね。で、まあ、学生は、まあ、大学で初めてこう外国語を勉強する、まあ、フランス語を勉強するまでは、まあ、高校までで英語をまあ勉強してきたんですけど、毎年、毎回学生に聞いて、こういうポートフォリオとかやったことありますかとか聞くと、あまりやったことがあって学生いないですね。で、それでいきなりこうやるんではなく、まあ、やる、まあ、やらせて、こういうのやってくださいって言えばやるんですけども、まあ、その時にできればですね、どうしてこういうことをやるんですかっていうふうなことを簡単に説明できればできした方がいいです。まあ、しなくてもいいんですけども、で、これらはいずれも、その皆さんが自分の学習を分析すること、自分がそれぞれどういうふうにフランス語を勉強しているかということを分析することなんです。で、自分がそれぞれ、この勉強の仕方、例えば、まあ、弱いフランス語の、まあ、文法事項でよく分かんない、どこがよく分かんないかよく分かるかということを、まあ、分析すると同時に、どういうふうに勉強しているかということを学ぶということですね。つまり学習の方略を考えるということがこのポートフォリオの中を通じて学ぶことができるんです。で、このなんでその学習の方略を学ぶことが必要なのかというと、これはその、まあ、フランス語というのはこう学生にとっては、新しく学ぶ教科ですよね。大学に入って新しく学ぶ教科で、で、私は次のようなことをいつも学生に言うんですね。まあ、皆さんは、まあ、大学を卒業してから、まあ、社会人となって、まあ、生きていく上でも、これからのこう知識社会の中では必ず何かこう新しいことを学ばざるを得ない機会が必ず出てくるわけですね。で、新しいことを学ぶときにどういうふうにしたらよく学ぶことができるのかっていうのは、それぞれ人によって違うわけですよね。で、そういう意味ではこのフランス語という、まあ、新しい教科、新しい科目を学ぶというときには、その新しいものを学び方はどういうものな、自分にとって一番最適なのはどういうものなのかっていうことを学ぶことができるよっていう、ちょっとまあ、メタラング的な話なんですけれども、
このポートフォリオを通じてですね、自分は新しいことを学ぶときにどういった学び方が得意なのか、あるいは最適なのかということを、まあ、意識化することができる、学ぶことができる。そのためにこうやってやるんだということですね。まあ、もう少し具体的に言えば、例えばある人は単語を覚えるのに、単語帳を作って覚えるのが得意だけれども、また別の人はなんか紙に練習して覚えるのが得意だった、あるいはまた別の人は、まあ、声を出して読むのが得意だったりといった具合にですね、一人一人その覚え方、単語の覚え方なんかとしても、いろいろ違うと思うんですよね。あるいはその、まあ、聞いて覚えるのが、あるいはその時間も勉強するのも、毎日10分ずつやるのが好きな生徒もいれば、学生もいれば、いや、もう週1回で、まあ、まとめて2時間でっていうのがいいという学生もいるとかいった具合ですね。あるいは今だったらパソコンでネットで勉強するのがいいなと思う学生もいれば、いや、そうではなくて、ノートでとか、まあ、いろいろこう多分その個人によってですね、個人差大きいと思うんですよね。その、ただその、まあ、そのどの勉強の仕方がそれぞれに合ってるかっていうのは、まあ、先生は教師は分からないわけなんで、それはやっぱり個人学習者一人一人がこう考えて発見していく、いかざるを得ないわけですよね。そういった場合にこのポートフォリオというものは、そのようなこう学習について自分の学習スタイルについて学ぶことができる、でそういう道具だということだと思いますね。そこでその、まあ、今度じゃあこのもっと中見てみますけども、で最初にあるのはこのまとめのテストの結果なんですね。でこのまとめのテストをまあグラフにしてするということで、でこの実際、まあ、1回、8課までっていうのはこれ前期が8課までなんですけども、でここで、まあ、この実際のテストをやった時の点数を黒丸にして、でそれでも折り線グラフにすると、で、また次回だから例えば1回目のテストでは14点取れたとすると、次はもう少し頑張りたいなというので、もう少し上にするとかですね、15点にしようとか、ね、で、今それの目標ですね、自分で考えてみると。で、実際の、まあ、得点と、まあ、目標点っていうの、目標はですね、まあ、なるべく近づくようにというか、あるいは、まあ、これもですから、一人一人違うわけですね。別にこの、なんか、目標点に達しなければいけないとか、そういうことではないです。で、まあ、学習の成果を、まあ、視覚化してですね、学習をまあ予測するとかですね、あるいは、学習が科を追うごとに、例えば点数上がるのか、あるいは下がるのかですね。それしてまた、まあ、これ、なんか、じゃあもう少し次頑張ろうとかですね。いろんなことを多分学生は考えることができると思います。で、この裏、それからですね、まあ、この裏には今の後半のがあるんですけど、後期文があります。それから今度は、ポートフォリオのこう本体というか、自己分析の分ですね。で、こうまとめるテストというものが、まあ、毎回各課の終わりに行われます。で、このまとめるテストというものは、どこから問題ができてできているかというと、その練習問題ですね、サイトでやった練習問題の、まあ、中から作られています。ですので、その学生にはそのサイトの練習問題を何回も繰り返してやると。で、その確認練習ですね。昨日大木先生の方で説明ありましたけれども、確認練習をダウンロードして、で紙でですね、最後にやってみる。で、その紙を、まあ、紙に書いた確認練習を提出してもらいますけれども、まあ、そこまでできていれば、その上でこのまとめテストをやっていれば、まあ、少なくとも一つの、まあ、同じ問題について3回くらいやっていることになるはずなんですよね。ですので、まあ、その上でどこができたかできないかとかですね、ということをこうチェックしてもらう。で、まあ、間違った項目、どんなところができなかったか、そしてここは重要ですよね。どうしたら次のこんなふうに勉強すればいいと思うと。まあ、これもだから別に決まったこう回答があるわけでもないので、で、それで今回の点数について、まあ考えてもらうというようなことですね。で、まあ、自分が間違って理解してないことを確認する。で、そこがどうして分からなかったかというのを考えたり、そしてこの学習の内政、学習のプロセスをですね、
内省して考えてみるということが学習の質やあるいは効果を高めることにつながるんですね。だからやったらもうやりっぱなしというのではなくて、それについてどうして、どういうふうに、どこ間違ったかなとか、あるいはじゃあどういうふうにすればいいのかなということを考えてもらうことが、学習の質を高めることにつながるというふうにこう考えます。で、今度この裏面なんですけども、裏面ちょっと違いますね。で、今度は、これいろいろなんですけれども、今度はここはですね、この一課のところでは、この授業に対する期待、で私はこの授業になんとかを期待しているとか、あるいは先生にこういうことを期待しているとか、あるいは自分自身どういうふうな期待をしているとか、いった場合にですね、今度はここでは、どちらかといえば、この学習、外国語学習についてのこう考え方をこう書いてみるというようなことになってますね。ですので、これも別にですから答えがないんですね。答えありません。で、学習を自己分析して、そしてまた、フランス語学習している自分について分析するとか、先生についてどういうことだとかですね、要するにこう学習者とか自分自身になりますね、それから教師、教育、それから学習環境などについてこう内省するといったことが、さまざまな形でですね、進められていくと。で、フランス語はこういうところが難しいと思うとか、優しいと思うとかといった、ことも考えるようになってますね。で、これは、このポートフォリオの方はですね、表面っていうのが自己分析のところが、まとめてその結果についての自己分析になっていて、で、裏面が、フランス語学習についてとか、フランス語についてのこうそれぞれのこう考え方を書くとなっています。で、これは、いずれもその評価っていうものとは、じゃどういうふうにつながるのかなって思うかもしれませんけども、これは、各課の終わりに、毎回、各課の終わりに回収します。で、回収して、TA の方ですね、TA あるいは TA があるところは TA の方に、またない場合であれば、教師がそのチェックするんですね。チェックをして、で、じゃあこれいちいちその読んでですね、こう点数つけるのかということは、それは必要ないので、つまり、それ書いてあることにこう答えはないわけです。むしろ重要なのは、それをきちんと取り組んでるかどうかってところが重要なわけで、ですので、私は学生にはいやきちんと書いてくださいよと。で、何が書いてあるか、その書いてある内容については、評価しないけれども、書いてあるかどうかってことは評価の対象になりますというようなことは言います、ね。ですので、学生にこうその内省をですね、促すですね、というのも、この書いてあることを内容について評価すると、次のような危険が生まれます。つまり、先生に、よく思われたいということから、本当でないことを書くということは別に、しばしばあるんですね。で、これは、このポートフォリオについての、問題点としてですね、たびたび、これまでにもこう研究というか、批判が出てきて、つまりこのポートフォリオを書く場合、書く場合に、その本当のことではなくて、これを提出する側、例えばこのポートフォリオが仮に、就職にですね、就職活動に、ヨーロッパ言語ポートフォリオを必要だというふうになった場合は、その就職先の企業に向けた一種の自己アピールになってしまうこともあるということなので、そういう危険性は含んでるんですね。ですので、このフランス語のグラメラクティブの、ポートフォリオについては別にそのようなこう恐れは全くないんですけれども、ただ教師に対してのは、妙なアピールというんでしょうかね、あまりになる必要もないので、そこの内容については触れないで、むしろ書いてあって、つまりきちんと取り組んでるかどうかというところを重視すればいいなというふうにこう考えます。はい、それからもう少し進んで、あと、もう少しですね、それからこの前期試験の前のところなんですけども、これ一番最後、8課のところですね。では、試験の前にこういうことを書いておいて、ここでは前期の学習の文法項目の振り返りですね。これ文法項目の振り返りっていうのを、これはどうできたかできないかっていうんですね。で、ここはなかなか重要なことだと思いますので、これは今後、ポートフォリオですね、改定する場合には、この部分をおそらく CANDO のような形で何ができるかできないかというようなものをやるともう少しいいかなというふうにも思いますけれども、それは今後の課題ですね。で、自分が何ができるかできないか、でどのくらいできるかできないかというようなことをですね、考えてもらって、その学習の内省をですね、深めてもらおうというふうに考えます。
そして、今度、ここで、ね、まあ、前ここまで前期で試験があって、で、試験になります。で、試験が終わって、で、まあ、後期が9月、まあ、休暇から始まるんですけども、まあ、休暇の最初にも最初にですね、この前期テスト、試験返す場合ですね、返して、まあ、返さなくても少なくとも、その点数は、まあ、評価というものは、それぞれの 学校によって、前期の終わりには出るでしょうから、おそらく、まあ、後期の最初の時には、その、評価が受けて授業を出るということになるので、で、まあ、それについてですね、前期試験をどういうふうにこう受け止めたかなんていうようなことをそれぞれこう書いてもらうということになりますね。はい、それで、この評価なんですけれども、まあ、私のでやってる、例年やってる、まあ、評価の仕方では、この、まあ、前期試験を行います。で、これは大体、まあ、7割、まあ6うんと7割、まあ、8割、7割の、まあ、100点満点だと、それを 7割がこの前期テストで、つけると。で、残りについては、このポートフォリオを参考にするという点ですね。で、まあ、ポートフォリオを参考にするというのは、ポートフォリオとそれから提出物ですね。で、この提出物は、昨日もお話出ましたけれども、この確認練習というのが、ネット上に上げられている問題を、まあ、ネット上の PDF をプリントアウトして、そこにこう記入して、それをこう、まあ、各科の終わりにテストの時にです、提出するとなってますので、その提出したかどうか。で、これは、その確認練習の内容というのは、問題は、そのネット上の練習問題を、まあ、プリントアウトした形になってますので、まあ、そのネット上のプリン、問題というのは、3回間違えると答えが出るので、学生にはその確認問題の答えは配りません。確認問題の答えはないですかとかっていうこともあるんですけど、それは、確認問題の練習問題はすべてネット上の問題にあるので、それを やれば必ず全部できますというですね。ですので、で、その前期試験はその確認問題の中から、つまり、まあ、まあ、で出すんですね。出します。ですので、まあ、要するに確認問題がつまりというできる、つまりそれはネット上の練習問題がきちんと理解してできていれば、それに伴ってまとめのテストもできるでしょうし、それで、うん、まあ、前期試験もできるというような具合に、まあ、なっているんです。ですので、この場合の試験は、新しく言えば応用練習のようにですね、応用問題のようなものは出さないんですね。少ない、まあ、いろんなやり方あると思うんです。まあ、私がやっているときでは出しません。そして、それのテストが、ね、まあ、7割か0.8割た具合にして、それで残りの3部分は、まあ、確認練習を提出したか。で、それから、まとめテストを提出したか。で、まとめテストについても、これ、点数は参考、点数としてつけません。今、やったかやらないかってだけで。で、というのも、これをまとめテストも、その確認練習の方から出てるからなんですね。で、そして、このポートフォリオを提出したかという、まあ、その3つをですね、いわば提出物のをきちんと出しているかどうかっていうので、点数をつけて、例えば、まあ、提出物の、まあ、分が、まあ、20点あるいは30点満点であれば、それを8かで、ですね、全部出していたら、まあ、満点で、出していなければ、まあ、減点するといった具合に考えていきます。それからこのテストの中では、まあ、なるべくっていうか、まあ、この副言語の、まあ、ところですね、ついてもこうですね、これの、まあ、このコラムあるいは、コラムかあるいはこの前のですね、言語への目覚めクイズのところ、ここら辺りから、まあ、記述問題を、まあ、1問かあるいは2問くらい出して、それが例えば70点中、まあ、5点とかですね。というふうにして、でこれはやはり記述で、ですので、まあ、きちんと、まあ、そんなにこうとなんか とんでもないことを書いて、あ全くとなんかトンチンカンなことが書いてあればともかくとして、まあ、おおむね、その読んで理解できるようなことが書いてあれば、まあ、その話に沿ったようなことがあれば、まあ、点数をつけるというような形でやっています。というようなやり方でやっていますので、あとまだ時間が今45分くらい私話しましたので、あと皆さんの方から質問、あるいは、あ、それからですね、昨日皆さんに、来ていただいた方に、大木先生が書いたこの論文についてですね、このコール教材を、まあ、から、まあ、分かった、まあ、分析した、コール教材を元にしたですね、論文を、
皆さんお送りしましたので、で、あ、そうか、でも今日もしかすると初めての方も多分いらっしゃると思うので、もう一度今送りますけれども、それについてちょっと大木先生の方からご説明していただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。大丈夫ですよ。じゃあちょっとその、まず西山さん、この前言ってたように、ポートフォリオの中の、2回あるアンケートってありましたよね。あれについてをまず説明しましょうか。そのことを順番からするのがしやすいと思うんですよね。はい、それでは、そうか、その前にもう一つですね、今からする話と関係しているんですけれども、ですね、まあ、画面共有しながら順番に話をしていきましょうか。昨日ですね、相田先生に質問していただいたところ、私大前提を一つ申し上げるの忘れていたので、そうしないと話はちょっとだけ分かりにくかったと思うんですよね。相田先生の質問、ご質問というのは、接続法が普通の文法の教科書に比べて早いところにあるという、一番最後じゃなくて、もうちょっと早い間のところに出てくるという質問だったんですけれども、それは私が申し上げたのは、英語ではその接続法という概念が出てこないので、それで前に置いたというふうに書いた、説明したんですけど、なんで前に置く必要があるかということの十分な説明にはなってなかったと思うんですね。今日西山さんの話を聞いていて思い出したんですけども、実は一番最後まで、まあ、20課あるんですけども、20課までやらない可能性が非常に高い、まあ、特に教大前は工学部対象は絶対そこまではやらないんですよね。というので、まあ、できるだけ英語にはなかった概念が出てくるところはやるけれども、まあ、英語とよく似た概念が出てくるところはもういいだろうということで、それからもう一つは、この教材はある意味ではもう教師がいらないですね。学生がネット教材使えば自分で学習することができる、まあ、そこまで教師と一緒にネット教材使いながらやってきたんだから、まあ、やり方も分かっている、じゃあ、あと残っている、まあ、授業でできなかった分は自分でやってもらいましょうということなんですよね。まあ、そのことをですね、もうちょっと深く考えていくと、まあ、今 AI って言っているんですけども、もうこの文法を教えるということはもうほとんど AI で全部できる、教師はいらないということになりますよね。そうすると今日西山さんの話したようなことが教師が担当する、まあ、ちょっとこれは AI で、取って代わってもらうことはできないだろうということになると、むしろこっちの方に授業では時間を割くとかですね、まあ、そういうことになってくると思うんですよね。はい、それで、今日西山さんがしてくれたポートフォリオの話と関係しているんですけれども、その話の中で、要するに生徒は自分の学習過程を意識化するということでしたよね。そしてまあ反省して次どうやればいいかなということを生徒が考えるということだったんですけれども、まあ、それは一つには今出ていますけれども、外国が話せるためになるよう3つのキーワードというのが出てますけれども、もうこれに尽きると思うんですけれども、やる気と、それから時間があれば、それから話せるようになるためには実践もしなければならない。まあ、これプラス実践となっているのは、話せるということを考えた場合は実践がいるという意味ですよね。とにかく大事なのはこの時間とやる気ですね。ということなので、そのポートフォリオをするのは、一つは動機づけを維持していく、あるいは高めるということですね。自分の学習過程を意識化して、それで、動機づけを、まあ、維持していくということですね。それで動機づけについて今から少し話をさせていただきます。なんでかというとですね、このポートフォリオ、6課とそれから後期の方にも、16課ですね、同じそのアンケートのような、ところがあります。後期と前期同じものなんで、前期と後期同じものなんですけれども、そのアンケート用紙というのはですね、今皆さん見ていただいていますけれども、動機づけ理論の一つである期待価値理論というものに基づいて作られています。というので、少し時間を取って説明させていただきます。まあ、簡単な理論ですね。この期待価値理論というのはどんな理論であるかというと、動機づけというのは要するにやる気なんです。学習意欲です、その学習意欲というものを期待ですね。期待というのは、まあ、文字通りですね、成功可能に関する主観的認識
と、それから価値、これがちょっと理解しにくいところですけれども、課題遂行に関わる価値、まあ、自分が大事だと思うということなんですけれども、それの掛け算する積によって捉えようとする理論、まあ、ここに書いてある通り期待かける価値で、価値というのは今から説明させていただきますけれども、重要性、楽しさ、実用性を足して、それからコストを引くですね、これが価値なんですけれども、かけると動機づけ、やる気が出てくるという考え方ですね。というのもうちょっとまとめますと、ある課題に対する動機づけは成功への期待と課題遂行に対して認知する価値が大きければ大きいほど強くなるという考え方ですね。はい、というので価値についてもうちょっと詳しくですね。まあ、価値と呼べるものは3つで、あとコストがくっついているんですけども、コストはマイナス要因ですよね。で、達成価値というのがあって、課題をうまくやることに対する個人的な重要性を指すですね。先ほど学習過程を認識するということがありましたけども、まあ、あれ、ポートフォリオを作ることによって、まあ、そういうことを、この達成価値、自分なりの達成価値を考えていくとか、まあ、そういうことですね。それから内発的価値、課題遂行から得られる個人的な楽しさや、課題に対する個人的な、これは何なのか、私のところちょっと見えなくなっちゃった。まあ、なんとかですね、皆さんに見えてますか。はい、それから実用価値ですね。課題遂行と現在または将来の個人的な目標との関連性、まあ、これも簡単ですね。役に立つか立たないかということですよね。だから問題はこのフランス語の場合、特に問題はこのコストというところなんですけども、フランス語をやる、フランス語を学習することですね、その課題重人とも伴う負の側面ということですね。成功に必要な努力量、あるいは選択することに伴う機会の損失、フランス語の勉強時間かかってしまっているので、自分の好きな、サークル活動ができないとか、まあ、そういうことですね。で、成功失敗に関する不安ですね。この、価値、まあ、コストも含めて全部で4つあるわけですね。はい、具体的に今見ていただいているのが、ポートフォリオの冊子のところから取ったんですけれども、ポートフォリオの、まあ、6課のところですと16ページのところに、あ、14ページですね、14ページのところにあるのを並び順を今説明させていただいた、価値と期待の項目に合わせて並び替えたのが今見ていただいているものです。番号はこの14ページにある番号です。ですね。生徒が、アンケートに答えていくところの、この番号ですね。それで、ここでは6段階評価するようになっていますね。はい、まあ、こういう感じでやっていくんですね。はい、ということですよね。項目によって問題、クエスチョンの数が違っているんですけども、まあ、これは揺れが個人的に非常に差があるもの、大きいものほど項目の数が大きくなっていて、まあ、誰でも同じような答えで、あんまり揺れないものは、このクエスチョンの数が少ないんですね。はい、それで、はい、その結果なんですけれども、もうすでに何度もこの質問紙を使ってアンケートをしているので、先ほど西山さんが紹介してくれました、私とか皆さん共同で研究した人たちと一緒にやったもので、もう何本か論文書いていますので、何度もいろいろな形でやっている、まあ、日本だけではなくて外国で の同じ質問紙を使った研究結果も書いています。はい、それでこれ比べると面白いですね。これ日本の場合なんですけれども、フランス語、英語、中国語と比べると、いかにフランス語が学生にとって大変なのかよく分かります。はい、これはランクですね。統計処理した結果、これがこういうふうになるということなんですけれども、フランス語の学生にとってはコストが一番高い、英語は低い、で中国語も低いですね。ということは学習するのにそんなに努力がいらない。でもフランス語はいっぱい努力しなければならない
まあ、一つの言葉で、例えばそういうこと。それでですね、青い字が実用性で語になって、それで全部まとめるとですね、フランス語学習者にとってフランス語学習のコストは高いということですね。まあ、この3つの言語で比べると一番高いわけですね。だからフランス語学習者にとってフランス語の実用性は低い、まあ、英語とか中国に比べれば。だったら誰が勉強するということになりますね。もうこれ当然動機づけは下がっていく。勉強するのはしんどい、でも役に立たないということですね。というのでもう一度まとめますと、学生にとってフランス語の学習はしんどいのに役に立たないと学生は思っているですね。だからこの期待価値理論で言えば、動機づけは低い、やる気は低いということですね。で、じゃあどうやって強化するのかということ、これがもう大問題なんです。で、それが今日出てきた一つは、ポートフォリオを使うというのが一つの手段ですよね。それから、昨日も話させていただいたような、その新しい概念形成をするということ、まあ、いろいろあるわけですけども、もう一度まとめますと、成功への期待と課題遂行の価値、個人的重要性とか、楽しさ、興味、実用性を大きくして、コストを小さくすればいい。ということですね。まあ、でもこのコストを小さくするというのは結構難しいですね。まあ結構そういうふうにコストを小さくして年間のプログラムを作っているところもあると思うんですけれども、まあどの大学でもそういうふうにできるとは限らないですね。まあ学生の方に合わせてフランス語の中身を軽くするということをしているところもあると思うんですけれども、まあ必ずしもそういうどこの大学でもそれが可能なわけではないですよね。はい、それでですね、これもポートフォリオの中に入っているんですけれども、これは最初ところでしょうかね。これは2課だったかな。はい、3課ですね。3課のところに先ほど西山さんが紹介してくれたポートフォリオ Do 2番目のポートフォリオのところでは、私にとってのフランス語、英語以外の外国語を学習する重要性というのを学生が書くところがありますですね。これをですね、2008年に、やったですね、京都大学の学生の場合のそれを集計したものですね。まあ回答は155ですね。そうすると、ですね、まあ、結構バラバラなんですけれども、将来の仕事のために、まあ、工学部の学生だったということですので、それは非常に少ないですね。まあ、第二外国語ということでもあるんですけれども、それに対して大半は96名ですけれども、フランス旅行、フランス人と話すため、フランスの映画とか小説を読むためなど、これ映画だったかな。はい。で、まあ、要するに娯楽目的ですね。それから37名はフランスの文化を知るためにということなんですよね。はい。というので、まあ、大部分の学生にとってはフランス語の学習は娯楽のためである、仕事のためではないということですね。まあ、娯楽のためということは要するに付け足しですよね。絶対に必要なものではないということですね。お金を稼ぐためにフランス語を勉強しなければならないとか、まあ、そういうことではないんですよね。はい、そうするとこういうふうな学生にとっては娯楽のためであって仕事で使うためではないと、にもかかわらずコストが高い、大きいですね。じゃあそれではその動機づけは当然のこととして時間とともに低くなる。先ほど申し上げたように同じアンケート用紙が前期と後期に入っています。それは前期と後期でどのように違うかを見るということですね。まあ、というのでこのアンケート用紙に関してはですね、まあ、他の部分もそういうこと言えると思うんですけども、ポートフォリオは学生の学習過程を意識化するためにあるわけですけれども、同時に今度は教師にとっては学生の学習過程を、まあ、観察するですね、まあ、見えるようにする、まあ、ですね、という見えるようにするためのものであるということなんですね。で、というので前期はこうだったけども、じゃあ後期はどうなるか、いや前期の結果はこうであったから自分の教え方を少し変えてみようか
とかですね、まあ、そういうことを考える、まあ、教師にとっては、まあ、教師にとってもでしょうかね、あの反省するための道具になると思うんですね。ちょっと続けますと、それはコストに見合う個人的重要性ではないか、コストと個人的重要性がアンバランスである、コストは高いのに個人的重要性が低いということですね。じゃあどのような個人的重要性ならばコストとバランスが取れるのか、これは非常に難しいですね。あの私もどういうふうにすればいいのかっていうのはよく分かりません。まあ、いくつか試みたわけですけども、まあ、一つはその、英語以外の外国を学ぶことがいかに重要なことであるか学生に気づかせる必要があるですね。あの、まあ、これは昨日私が話させていただいたこととも、まあ、関係をしているわけですけれども、まあ、これはあの先生方にとっても非常に大事なことですよね。あの、まあ、どん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 フランス語教育っていうのはこう締め付けられている、大学の上層部が締め付けられている、肩身の狭い思いをしているというふうになっていると思うんですけども、まあ、その時にですね、先生たちがしっかりこの英語以外の外国語フランス語を勉強する意義ですね、これを学生に話すだけではなくて、その他の外国語担当あるいは大学の元上層部でもいいんですけども、そこに対してちゃんとだから自分が理由付けできるようにしていかなければ、まあ、あの理論武装のようなことをしなければならないわけですけども、まあ、ここをしっかり考える必要があるわけですね。でもちろんそれはあの学生にも還元する必要があるわけですけども、こうすると、まあ、あの個人的重要性という先ほど言った価値の一つなんですけども、それが学生にも分かって動機づけが上がっていくだろうということになりますよね。まあ、あのその一つの手段というのはあのこの英語以外の外国語とは限らないわけですけれども、あの今日の西山さんの前半の部分の話ありましたよね。それから後のポートフォリオの話ありましたね。まあ、これがあの一つの具体的な手段でもあるわけですね。というのであの一番最初冒頭で申し上げたいんですね、あのこの文法の授業ではこの特にグラメラアクティブの場合はネット教材というのがあるので、まあ、その文法を勉強する方はある程度はもうコンピューターに任せてしまう。それで授業、もしまあ対面の授業でもオンラインでも同じかもわからないですけれども、先生と学生が一緒にいる時ですね、一緒の時間を共有している時は文法の問題とか解説をするだけではなくて、こういうふうなところですね、あ今日の西山さんの話あったようなあの囲み記事について話をするとか、それから言語への目覚めクイズをやるとかですね、それから、ポートフォリオをちゃんと作るとか、まあ、そういうところにちょっと今まで、考えていた以上に、まあ、時間を割くのがあの一つのその動機づけを高めていく方法ではないかと思っています。はい、ということなんですね。それで、ですね、まあ、あの論文、西山さんが送ってくれた昨日いらっしゃった方は昨日、まあ、いろいろいっぱい書いているんですけども、これはまあ早い時期ですよね。あのまあコール、まあ、今はコール教室そのものもあんまり特別なコール教室というのは不要になってきたと思うんですけども、あのまだこの頃はそのコール教室、今でもあるんですけども、それで、であのコール教室で先生と一緒に、勉強するだけではなくて、コール教室の外でもやるというのが前提となっている、まあ、このグラメラアクティブもそういうふうに作ってあるわけですけども、あの授業として、教室でやるだけではなくて、それ以外のところでも、学生は自分でこの自立学習をするというふうに作ってあるわけですね。まあ、なんでその必要があるかというのは、今日私が一番最初申し上げたように、外国が話せるようになるための3つのキーワードというのがありますね。まあ、動機づけだけではなくて、圧倒的にやっぱり時間が必要であるということですよね。だから学習時間をあ、まあ、長くするためには、教室での学習だけではなくて、教室外でもする必要がある。で、教室外でするためには、こういうふうなネット教材だと自分でできるですね、先生がそばにいなくてもできるのでという話なんですね。それであのちょっとだけ振り返っておきますと、
まあ、じゃあここの話ですね。なぜ事実学習をする必要があるのか、なぜ教室外でもする必要があるのかということなんですけれども、まずは最終大学の教育っていうのは、最終目標は学生が事実学習能力を、まあ、身につけることである。まあ、これが学生にとっては、勉強する最後の機会、大学最高機関ですから、まあ、最後の機会ですよね。まあ、そこで あとは自分でやらなければならない。だから事実学習能力を身につける必要がある。まあ、大学では事実学習能力を養成する必要があるということですよね。それから、まあ、2番は問わしていいと思うんですけれども、3番目ですね。大学での授業時間には制限があり、外国語を習得するのには十分な時間ではないからということですよね。まあ、これは時間の問題ですけれども、とにかく外国語を習得するためには時間が必要なわけですよね。はい。4番目のところですね。外国語学習の活動の中には、事実学習した方がより効果的なものがあると思われるからということですね。まあ、一番大事なのはコロナ禍ではやっぱりその時間を増やす、教室外でもやって時間を増やすというところでしょうかね。それから、その次は教室外で今度は事実学習するときの問題点というのは、先生と一緒にやらない、仲間と一緒にやらないということで、まあ、この動機づけが下がってしまう、まあ、孤独ですよね。で、自分でシコシコやらなければならないというようなことがあって、動機づけが十分じゃないと、ついフランス語を勉強するの億劫になってしまうとか、まあ、そういうことですよね。だから十分な動機づけがないと、事実学習、まあ、教室外で自分でやるっていうのは難しいということですよね。自分の好きなことであるならば、例えば漫画を読むとかですね、まあ、それは自分の家でもどんどんできるわけですけれども、そうじゃない、自分があまりやりたくないと思っているようなことをなかなか教室ではやるけれども教室外でやるっていうのはちょっと難しくなりますよね。だから十分に動機づけを高めておく必要があるということですよね。多分ここに書いてあるところは、まあ、動機づけの理論という点で興味のある人はまた読んでいただければいい。まあ、同じようなものいっぱい書いてますので、新しいのもありますので、これはまあ古い方、初期の方の話ですよね。で、ここの論文の中で使っているのは、実は期待価値理論という理論ではなくて、期待価値理論というのは今日説明させてもらいましたけども、動機づけの質についてですね、理論です。それに対してここで使っている、今見ていただいている論文の中で使っているのは、自己決定理論という動機づけのもう一つの理論で、自己決定理論というのは今度は動機づけの量ですね、動機づけが高いか低いかというのを測るための、まあ、理論なんですけれども、そこに興味ある人はここを読んでいただければいいと思うんですけれども、やっぱりここのところでですね、一つだけ忘れてはならないことというのか、大事なことがあるので、そこだけは見ておきたいと思います。ですね、それはこの一つの中で関係性という概念が自己決定理論の中にあります。Relatedness というのが英語元の方で、その Relatedness というのを訳して関係性と訳しているんですけれども、まあ、具体的にどういうものであるかで、簡単なことなんですけれども、フランス語を勉強するときは一人ですよりも教室でみんなと一緒にする方がいい。これはだからみんなと、クラスメートの間に関係性が結ばれているということですね。それからその授業に出席すると友達に会って話をすることができるので嬉しい。まあ、学生が授業に出てくるのは友達と会って、まあ、授業が始まる前とか授業が終わってから友達と話をする、まあ、そのためについでに授業に出てるとか、まあ、そういうところもあるのでということですね。それからこの授業のクラスメートは私に好意的だ、このクラスには私が親しくしているクラスメートがたくさんいるということ、まあ、これは関係性ということなんですけれども、これはそのやっぱり一人でやる、特にまあ遠隔授業、オンライン授業だけになってしまうと、なかなかそこをこの関係性というのを維持していくというのか、関係性を作るのもそもそも難しいということもあるので、まあ、この辺は先生方が工夫して、たとえ遠隔授業でオンラインであっても関係性ができるような工夫をする必要があると思うのですね。まあ、なかなか難しいことで、対面ではない
ということになるので、学生同士も別々のところにいるとかそういうことになるので、まあ、そこをなんとか工夫してこの関係性を作ってあげる、まあ、この自己決定理論では関係性が高くなればその自己決定理論でいうところの動機づけの程度も高くなるという話なんですよね。というのでこれは先生方の工夫次第だと思います。はい、以上ですね。